よ。お、鹿丸。砂隠れのことを聞いたぜ。無事に解決したらしいじゃねえか。ああ、無事ってわけでもねえけどさ。ま、とにかく任務は終わったんだろう。羨ましいもんだ。なんで？今回の中任試験、俺が係官になってっから、いろいろと雑務が多くてめんどくせんだ。頑張ってくれってばよ。ったく、他人事だな。おーい、捕まる。ああ。お、あれ、ナルト。久しぶりだな、超人。ってわけで、俺ってばついさっき里に帰ってきたところだ。ほう、ナルトも大変だったんだね。相変わらず食ってばかりだな。お前昔よりデブ。な？何者なの、あいつ。ああいう手合いを捕まえて尋問部隊に引き渡す。援護する。行け、ナルト。お、忍法鳥獣戯画。なんだってばよ、こいつ。力、弱いな、君。誰だ、てめえ。また会うことになるよ、ナルト君。名前はその時にでも。超人、やっぱりここだったのね。え？ったく、アスマ先生が早く来いって怒ってんよ。ごめん、いいの。なんか変な奴が襲ってきて。変な奴？変な奴ってあれ、ナルトじゃない。あ、いや、変な奴ってナルトのことじゃなくて。いいよ、長次。この空気がめんどくせえ。
そんな奴がね。あんた、その人になんか恨まれることでもしたんじゃないの？いや、あいつってば初めて見る顔だったし。あ、いたいた。あれ、さくらちゃん、どうかしたの？師匠からの伝言でね、新しい班員を紹介するから屋敷まで来いって。新しい班員って、どういうこと？その辺の詳しい話もするからって。とりあえず師匠のとこに来なさい。もう、分かったってばよ。お前、また何かありそうだな。ま、頑張れよ。